チワス持ち太郎です。さあ本日もベルディ動画になります。今日が10月の8日日曜日、10月7日にですね J2 第38節がありましたけれども、ちょっとその前にですね、ニュースが入ってきました。本日の動画でございます。期待のトップ昇格、白井良介選手でございます。個人的にも、注目をしていたね白井良介選手が、2024シーズン、トップ昇格が決まりました。個人的にものすごく嬉しいニュースでございましたね。とても期待していたやはりユース出身のね選手でしたので、トップ昇格どうかなっていうふうに思ってたんですけどね、無事にトップ昇格決めて、いやー嬉しい限りですね。簡単にどんな選手かっていうのを紹介していきたいと思います。白井良介選手、ユース出身の18歳ですね。そしてフォワードの選手でございます。松橋ゆあん選手以来の、フォワードの選手の、トップ昇格ですね。そして何よりですね、その体格ですね、183センチ74キロと、とても恵まれたね体格の選手でございます。若いですしね、この体格ですよね。なかなかベルディやはり小柄なイメージがね、強く中盤で小柄なイメージっていうのがあったんですけれども、やはり183センチ。とてもね、フォワードとしてね、体も張れるぐらいのね、いい体格を持ったね、選手がね、無事に、トップ昇格を決めたというね、とても嬉しいニュースですね。本当に、とにかく期待をね、しておるんですけれども、やはりその、天皇杯ですね。J1 相手にゴール決めました。2種登録でね、トップに所属しておりまして、天皇杯の、FC 東京戦ですね、ヘディングで、途中出場ながら貴重な同点ゴール、いやー、あれは痺れましたよね。やはりそこでちょっとこの、なんて言うんでしょうかね、白井選手一気にガーンとね、注目浴びたと思うんですけれども、やはりその、ね、結果もあってのトップ昇格だったのかなっていうふうに思います。やはり何よりね、その、結果をね、フォワードながらやっぱり出したことをですね。で、守備も頑張りますし、とてもね、足元がね、やはり、ベルディユースね、仕込みの、とても器用なね、フォワードですね。両足とてもシュートもうまいですし、183センチでポストプレーもできると。本当に万能型のフォワードなのかなっていうふうに思います。裏抜けもできますし、ヘディングもできる。ただね、やはり課題っていう部分で、やはり J1 相手もちろんね、J リーグで出るにはやはりもうちょっとフィジカルがね、ユース相手にはもちろんものすごくね、ポストプレーね、器用にね、できるんですけれども、やはりね、J リーグやプロ相手となると、やはりフィジカルっていうのがものすごくね、必要になってきますね。そこら辺はね、本当に練習ね、トップの練習参加してますし、本当これからですよね。やはり来年ね、プロになってから、これからね、どんどん積み上げていけると思うんですけれども、やはりね、来年、大学のね、大卒のフォワードもね、ベルディ入ってきますし、今年大卒1年目のフォワードもいるので、なかなか出番っていうところがね、勝ち取ってほしいんですけれども、難しくもあると。競争がね、やっぱりあると思うんですよね。でもやはり今シーズンの、稲見選手とかを見ると、やはり、試合出てなんぼだなっていうのがあります。やっぱ試合出てとてもね、活躍して、もうどんどん急成長してっていうのを見てると、やっぱり試合出てほしいっていうね、思いがあるので、来年ね、難しいんですけれども、レンタルでね、もちろんレンタル先でっていうのもあるんですけれども、出場機会を得れるようなところでも、いいのかなというふうに思います。それ以上にやっぱりこの1年、やっぱプロ1年目のね、やっぱり試合経験っていうのはね、とても大きいと思うんですよね。試合やっぱり経験して、やっぱり成長するものだと思うのでね、サッカー選手というものは。なので、どうなるかわからないですけれどもね、やはり将来はベルディのね、ストライカーとして活躍をね、期待しているのでね、急成長期待したいですね。本当に、
ねえ、これだけね、大型のフォワードがね、入ってくるの久々というか、もうねえ、あまり自分には記憶がないので、とにかく期待したいですね。またね、J1 相手にゴールね、した実績もありますのでね、自信を持ってね、白井選手頑張ってほしいですね。写真にもちょっと出てるんですけども、まあ、左手のね、手袋が結構好きで、なんか怪我予防でつけてるらしいんですけれども、なんかちょっとトレードマークみたいなね、ベンゼマ選手のようなね、なんかこう、ね、トレードマークをしていて、とてもね、個人的にはかっこいいなっていうふうに思っております、白井選手。期待しておりますのでね、将来やっぱりベルディのストライカーとして、ね、活躍してほしいですね。本当に嬉しいトップ昇格です。来年期待しております。というところでね、まあその嬉しいニュースがあっての、J2 第38節ホーム大分戦ですね。1対0で勝利しましたね。いや、自分も現地行ったんですけれども、稲見選手のね、豪快ミドルで、また相手のね、退場もあってね、とても有利にね、試合を進めることができました。もう1点ね、取れればね、かなりもっと楽な展開、得失点差を稼ぐ意味でもね、楽な展開にはなったんですけれども、まあ本当に最低限のね、勝利できたのでね、やはりこの3、自分もね、前回の動画で言ってました、3連戦、3戦のね、やはり初戦ね、取れたのとても大きいですね。ここ残り4戦、ね、もう残り4戦しかないのでね、難しい相手、ね、上位続くのでね、次が、千葉ですかね、千葉、が7連勝していたんですけれども、止まったというところで、ね、次もホーム、アジスタですね。日にちがちょっと空くんですよね。日程が2週間ぐらい空くと。まあ、勝てて本当良かったなって思います。そのモヤモヤがあってね、日が空くのがね、ちょっと嫌だったのでね、次ね、また難しい好調千葉相手にね、負けられないのでね、引き分けもね、できません。なんとかね、勝てるようにね、いやー、良かったですけれども、まだまだヒリヒリした戦い続くのでね、引き続き頑張って応援していきたいと思います。というわけで、またね、次のベルディ動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ではでは、さようなら。